今回は色変えるんで、色変えるところからいきます。よいしょ。で今鎖で立ち上げたんで、よいしょ、この2本はちょっと持っといて、この根元から根元に刺して、この2本は上にかけて、でよいしょ、ほんで1、はい、2、長いのこっちあるか、次で65。ここ最後65。
よし。で、ここがちっちゃくした目で、ここが立ち上がりで、ここが頭。で、頭に刺して、引き抜くと。で、ちっちゃくすると。はい、これで、これで今、ここの6段目できました。で、7段、8段は長編みになります。長編みになる、んですけど、長編みで編んだらちょっと広がるんで、緩くなるんかなんか知らんけど。広がるんで、ここで長編みの減らし目を5回間に挟んで、トータル60目。その次も長編みの減らし目を5回間に挟んで、トータル55目にしていきます。7段目、鎖を3つで立ち上げて、長編み11回、長編み減らし目、長編み11回、長編み減らし目、続けて60目にしていきます。はい、では7段目の長編みいきます。1、2の3と。はい、これで鎖立ち上がりました。で、引っ掛けて、根元に刺して、引っ掛けて出す。で、また引っ掛けて、この3つかかってるうちの2つ外す。で、また引っ掛けて2本とも外す。これで長編み1目、長編み1ですね。はい、あと10回繰り返します。かけて刺して出して、で、かけて2本外して、かけて2本外す。はい、2かけて刺して出して、2かけて2本外して、かけて2本外す。3、4、5、よいしょ、6、7、8、9、10、で、11。これで今長編み11目が編めました。ちょっとね、見たらわかるんですけど、編み目がちょっとでっかくなっちゃうんですよね。スカスカになるし。はい、次。次が長編みの、長編み減らし目。長編み減らし目いきます。長編み減らし目かけて、刺して、かけて出して、かけて2本外す。そんでもう一回かけて、次の目に刺して、かけて出して、2本だけ外す。ほんで中途半端な長編みが2つできました。これを一気に外すと、横ちょ横ちょ、ここの2つが合体して1目になってます。これが減らし目です。はい、次。長編み11いきます。引っ掛けて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と。はい、次、減らし目かけて刺して、かけて出す。
でかけて2本外す、もう一回かけて次の目に刺してかけて出す、そして2本だけかけて2本だけ外す、で中途半端な長編みと元々の頭に一気に外す、よいしょ、これで2つの目が1つになったと、こんな感じです。はい、次の目いきます。11、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と。はい、次また減らし目ですね。よいしょ、よいしょ。よっこいしょの、どこいしょ。よっこいしょの、どこいしょ。はい、一気に外すと。はい。次、長編み11。1回2回3回4 5 6 7、はい、これで11。次減らし目。よいしょ。2本だけ外して一気にと。はい、次11回。あと11回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。なんでこの残りの2つの目で減らし目。よいしょ。よし、これで減らした。ほんで、長編みの引き抜きは、ここの1個、2個、3個。ここっすね。ちっちゃくして、1個、2個、3個鎖で、ここ。こいつに引き抜き。よし。よし、できました。こんな風に硬い糸で、しかも長編みなんで、すごいビヨーンって伸びます。このままだと子供ぶっかぶかなんで、これね、8段目でももう1回長編み10回して減らし目、長編み10回して減らし目を続けて、トータル55目にします。よし、では続きいきまーしょ。よいしょ。
1-2-3、はい、鎖編み、長編み、鎖編み3回で長編み、よいしょ、1回、2、3。あ、長編み編むときはここに刺してくれる、ここ穴開くんで、ここかけて、ここ出して、かけて2本だけ外して、かけて2本外すと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おし、次減らし目いきます。よし、よいしょ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 、はい、よいしょ、はい、減らし目出た。次10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いったな。よし、次減らし目ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、もう一回10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、減らし目。はい、はい、10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次減らし目。よいしょ、また10回、1、2、3、4、5、6、
の穴。9で10とで残り2つの目は減らし目にします。よいしょよいしょ、はい、減らし目と。よいしょ。でここがちっちゃくしたとこで1、2、3個鎖の次に刺すと。で引き抜く、そして縮める。はい、これでこれ縮まったんでね。これでだいたい同じ、ちょっと緩いけど。次9段目、9段目は鎖コマ55引き抜き。でここでまた糸をベージュに戻します。こっちね、まだ残ってると思うんですけど。よし、はい、では9段目いきます。9段目は細編みになるんで、鎖は1回鎖で立ち上げて、でこの根元のところから1、2、3、4、5、53、54、55と。よし、ほんで、ここがちっちゃくして鎖で頭で頭に刺すと。よいしょ。はい、でここで糸を変えるんで、ここで置いといた。これね、チョキしちゃって、こっからまたいきます。でもこのベジュートも適当に切っちゃいます。よくしょ。ここに合わせて、ほんで茶色いのも、茶色じゃない、ベージュもここに合わせて、押さえちゃって、はい、こっからいきます。かけて引き抜く、引き抜く、引き抜いたらこっちの色ついてる方をギューッと引っ張ると。はい、ギューッと引っ張る。で押さえる。はい、これで引き抜いた状態なんで、鎖で立ち上げる。キュッとね。今この55目糸変えるっていうところをしました。55目糸変える、ここ。次10段11段は鎖で立ち上げた細編み55回して引き抜き、これを2段続けます。今鎖で立ち上げたんで、じゃ鎖で立ち上げたんで、よくしょ、この根元のところに刺して、この2本は上に
この2本は上に重ねていいと思って、こうやって持っちゃうといいです。こうやってこうやって持っちゃって、でかけて、ほんで1、次の目に刺して2、3、なんか1個増えてたけどもいいです。で、ちっちゃくした目の鎖の立ち上がりここに刺して、よいしょ、引き抜くと。はい、もう一段いきます。1 2 3 4。なんでここのちっちゃくしたところの鎖のこっち頭ね、ここに刺して、ほんで引き抜く。おっしゃ、引き抜いた、 OK。 ほんでこれで、よいしょ、子供の頭いい感じのサイズなんで、もう一回糸をかけて、ほんでこうします。ほんでハサミでちょっと、まあちょっとこんぐらい、ちょっと長めに残して切っちゃう。きれい、よいしょ、切った。で糸をピュ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 と引っ張って、ほんでここをキュ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 って引っ張ると、はい、もうこれで OK ですよ。はい、では最後の仕上げ、糸処理。この糸処理ね、これとあと内側のなんかちょっと編み込むの忘れたやつらを、こいつらね、編み込むの忘れちゃったよ、しまったしまった、この辺を糸処理します。糸処理100均で売ってる、この毛束針使って、太いですね。ほんで、ここに糸を刺して、抜いて、このまま行くんですけど、ライスボールは超適当にやってます。この辺刺せばいいかな、みたいな感じで。直感的にこうね。で、どっかぐりぐりぐり、こうぐりぐりっと、ぐりぐりっとこうね、ぐりぐりっと刺して、で、 できるだけまっすぐじゃなくて、こうぐねぐねさせるというか、こうして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 ぐね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 っと、こうしたらほどけてこんでええ感じなんすわ。もうすんごい適当にやってます。こうしてこうして
よいしょよいしょよいしょっつって、こうしてこうしてこんな感じで糸をこうね、よいしょよいしょよいしょ、ほらこれでね、わかんなくなったでしょ、どこ行ったんやろうみたいなね、え、糸どこ行ったんすかみたいななるんでね、はい、こんな感じでね、シュシュシュとシュ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 、こんなもんかな。で、貯金、はい、残りのこのこの短いのもこうやって刺して、あ、ちなみに裏側でやってくださいね、表側で糸処理するとなんかほつれてきた時にこうプラプラって出てきちゃうんで、裏側で糸処理してください。まあ糸も裏側で出ると思う。これ短いのも切っちゃう、これね、よいしょ、これとかも糸通して、糸を通して、うんで適当にね、こうぐねぐねっと、よいしょ、いろんな目にいろんな目に入れちゃう、シュッとこうやってこうやってこうね、ぐねぐねっとこうね、この辺は適当です、シュシュシュ、よいしょシュ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 、こいしょ、こんなもんかな、はい、でこれも貯金しちゃうと、貯金こんな感じで、この短いのは切っちゃうでしょ、短いのは切っちゃう、ここの短いのも切っちゃう、あと2本、よし頑張れ頑張れ、よいしょ、よいしょ、シュッ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 、でこれもよいしょ、これもね適当にね通してね、できれば、ま、あんまりまっすぐじゃなくてこうぐね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 曲げながら行くと外れにくいんだな、これが、よっこでしょ、よいしょよいしょ、ほい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 、こんなもんかな、どっから出てたかわからないしな、よし、はい、ラスト、これこれやったら OK よ、これやったら OK です、これやったら OK です、疲れておかしなテンションになってきた、よいしょ、これね短いと難しいんやけど、よいしょ、こうしてこうこうして、とりあえずよいしょ、ここで糸抜けんように、でよいしょ、こうしてこうして、緩めにして、よし、こんなもんかにゃー、できた、よし、できました、よいしょ、これで娘仕様の角帽子完成、娘氏の分ができた、イエーイ、はい、これ何センチぐらいになったかな、ちょっとこれよくじゃ、48ぐらいになるな、うん、48ぐらいかな、大体、でもこれちょっと伸びるんでね、こうやって
伸びるんで、かぶれるか。あ、大人でも入る。ライスボールの頭にも入ります。はい、お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとうございます。また角ボイス作ったよっていう連絡が来たら嬉しいな。ライスボールでした。バイバイ。